どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさん、寒いわ。何この気温。秋どこ行ったって感じだよね。おかしいやろ。こないだ、暑い日で半袖でもええくらいやったのに、もう冬みたいになっとる。コート着とるで私。体が、この気温についていけないよね。段階を踏んでほしい。なんか、今年の冬は寒そうで嫌やわ。雪とか降りまくりそう。まあ、都心の雪は積もっても1、2センチメートルだし、電車が動けば私はどうでもいいかな。雪が積もったら遊ぼうや。何して？なんか、鎌倉とか作ったり。絶対、都心では鎌倉作れるレベルには積もらないよ。言うたな、もし鎌倉作れるレベルに積もったら、鎌倉一人で作る罰ゲームやからな。逆に、鎌倉作れるレベルに積もらなかったら？そん時は、私が粘土で鎌倉作ったる。それはそれで見てみたい。そんなわけで、今日のレビューはこちら。先輩が、うざい、後輩の話、1話お互いの歩幅だよ。お、1話レビューやな。うん、この作品、ちょっと気になってたんだ。リュウさん的に注目の作品なん？いやね、この作品の制作が動画工房なんだ。それの何が問題な？最近の動画工房さんは、スタッフの引き抜きとかで、明らかにレベルが下がってたんだ。ああ。幼馴染が絶対に負けないラブコメとか本当にひどい出来栄えでしたね。動画工房といえば、かつては女の子の可愛さに定評のある制作会社だった。未確認で進行形のオープニングとか今見てもすごい。確かに動画工房さんのイメージは可愛い女の子って感じやな。だけどここ最近は本当にどうしたって感じだったんだ。池袋ウエストゲートパークみたいならしくない作品も手掛けるし、幼馴染が絶対に負けないラブコメは作画崩壊してるし。確かにちょっと心配な感じやったな。そんな状況の動画工房だからこそ、今回の作品は大丈夫かなって不安だったんだ。そういう意味で気になってたんか。で、どうやったん？一言言わせてください。ん？おかえり、動画工房。くさ、あっさり手のひら返した感じや。1話の冒頭から本当に素晴らしいんだ。いろいろなアニメ作品の1話としては定番、ベタとも言える始まりなんだ。ほう。主人公が目覚ましの音で目覚めて、顔を洗って、卵焼きを焼いて、朝ごはんを美味しそうに一人で食べて、着替えて、髪を言って、出社する。ただ、それだけ。何気ない日常って感じやな。それこそが、動画工房が得意とするところなんだ。日常という際立つ舞台がない中で、いかに、キャラクターの可愛さを引き出すのか。おう。成人した大人の社会人な女性の主人公。だけど、彼女はちっちゃい。そんな背の小ささを感じさせるさりげない描写。ちょこまかと動き回る様と元気に出社する様子に思わずニヤニヤとしてしまうんだ。1話の冒頭だけでそこまで言わせますか。この作品はジャンルとしては日常ラブコメなんだ。そんな日常ラブコメだからこそ、キャラクターの魅力は大事なんだ。それを分かった上で、冒頭から主人公の可愛らしさを何気ない日常の中で際立たせて描いてる。さすが動画工房さんや。そんな彼女が出社したら、今度は彼女の同僚が描かれる。巨乳な同期、気だるげな先輩、そしてでかくてうざい先輩。お、タイトルの先輩ですか。うん、この先輩と主人公である後輩の対比が素晴らしいんだ。主人公は背の小さな女性だけど、先輩はバカでかい。くさ、50センチメートルくらいは身長差がありそうな2人。男と女、先輩と後輩、そんな2人の関係性がこの作品の面白さの一つでもあるんだ。ほう。うざくはあるんだけど、さりげなく先輩は主人公のことを気遣ってくれる。そんな先輩をうざいとは思いつつも好意を寄せつつある。主人公の姿がめっちゃ可愛いんだ。めっちゃ、これカサさんハマった口やわ。そんな主人公の可愛さにふさわしいほど、先輩が良いキャラクターなんだよ。主人公は、まだ、社会人としては、未熟で力不足でミスする。そんな彼女が戸惑えば、先輩はそっと支え、ミスをしても決して怒らずに、彼女のサポートをしてくれるんだ。惚れてまうやろ、あれ、このネタもしかして古いんか？優しい先輩の魅力が、主人公を通して見ている側にも伝わるんだ。好きになる理由、きっかけ、気持ち、そんな彼女の心理描写が、丁寧なキャラクター描写を通じて伝わる。だからこそ、彼女の恋心に共感できてしまうんだ。ああ、これは惚れちゃうなって。ニヤニヤしそうやな。強いギャグ要素があるわけでもないんだ。あくまで、この作品は日常ラブコメ。1話の段階では、ゴリゴリに、恋愛要素を前に押し出してるわけでもない。そんな日常ラブコメっていうジャンルだからこそ、キャラの魅力と可愛らしさが重要なんだ。そこがないと楽しめへんもんな。さりげない動きとか、動画工房らしいコロコロと変わる表情の変化から見えるアニメーションとしての表現としてのキャラクターの心理描写がたまらないんだよね。見ていて手に取るようにキャラの感情がわかる。ええな、わかりやすい感じが最高やな。特に1話のラストの告白とも言えるようなシーン。え、1話で告白？もうね、思わずニヤニヤしちゃったよ。彼女をまるで子供のように扱う先輩、そんな扱いに対して思わず本音が出てしまう主人公の可愛さにもだえた。あらさ、一人部屋でもだえる。久しぶりに頭の中に、萌えっていう言葉が浮かんだんだ。萌え、舞台一軍の私としてはめっちゃ気になります。同僚たちの恋も、
1話で少し匂わせてる。1話のラストの主人公の告白にも似たシーンは2話への良い引きになってて、1話だけのつもりが思わず2話も見ちゃいそうになったよ。くそ、1話だけとりあえず見るってのが1話レビューの趣旨やろ。 D アニメでまだ1話しか配信してなくてよかった。危なかった。がっつりハマっとるやん。なんかこう久しぶりにあー動画工房だってワクワクしちゃう作品に仕上がってるんだ。特にOP の出てる声優さん全員で歌ってる曲とか踊ってる感じとかちょっと懐かしさすら覚えたよ。制作は違うけどワーキングとかあの感じのノリ。この感じが1クール維持できるならエース作品になるって感じですか。うん、こういう日常系は10年くらい前は派遣とかを取れるような売れる作品だったけど、最近は日常系もちょっと飽きられてる。せやな、ブームは終わった感じやな。日常系は日常系でも最近はそこにおじさんの趣味が出された作品ばっかりな印象や。動画工房さんもそういう意味で動画工房らしくない作品の制作を受け負ったりしとんだと思うんだ。そういう挑戦心は評価したいんだけど、やっぱりこういう作品こそが動画工房の真髄だなって感じられる。スタッフの引き抜きがあっても動画工房らしさは失われてないって感じられる1話だった。日常もののブームは終わったかもしれへんけど、動画工房の手腕は衰えてへんってのを見せつけてほしいな。1クールである程度綺麗に話もまとまってればめっちゃ高い評価になる作品になるかもしれない。ほなまた次回。じゃん。